神戸アジアの舞台で J1 位横浜 FM を3発撃破。熱戦制止 ACL ベスト8進出。AFC チャンピオンズリーグ ACL は18日ラウンド16のビッセル神戸 VS 横浜 F マリノスが行われた ACL2022 試合日程対戦カード放送予定。互いにグループステージを首位で突破してきた神戸と横浜 FM。 日本での集中開催となっている東地区ノックスアウトステージにてベスト8の切符を争った。神戸は大迫祐也や山口蛍、酒井貴則ら、横浜 FM は西村拓馬や中川照人、北拓也らを先発起用。 明治安田生命 J1 リーグでは第25節終了時点で首位に立つ横浜 FM に対して神戸が16位と開きがあるが互いに豪華な顔ぶれでアジアでの一発勝負に臨んだ試合のスタートから高い位置でプレスをかける神戸に対して横浜 FM は後方でつなぎつつ攻めどころを探す7分最終ラインのサネト根ユキが縦パスを入れようとしたところで ピッチ中央左のゆるきやすなりがカット。チェックを剥がして前線にスルーパスを供給すると、ボックス右で GK 高岡洋平との1対1を迎えた E の七星がチップキックでネットを揺らす。それでもその2分後、神戸陣内浅い位置でボールを持ったサネ等が右サイドに展開。小池竜太がワンタッチで前線に送ると、右サイド深い位置に抜け出した中川がクロスを送る。 飛び込みながら頭で合わせた西村が同点弾を沈めた。互いに積極性が目立つ試合では15分にも神戸に決定機が訪れる。大迫がボックス内でキープして落としたボールに反応した山口がボックス手前中央から右足で強烈なシュートを繰り出すがバーに直撃。 21分にも、酒井の左サイドからのクロスを大阪が頭で落とし、ボックス内でフリーになっていた山口が、至近距離からシュートを浴びせたが、GK 高岡のファインセーブに阻まれる。構成を保つ神戸は、30分にも、佐々木大輝がシュートを打ち込むものの、サネトウがブロック。しかし、オンフィールドレビューの末に、ボックス内でのハンダと判定されて、サネトウへの警告と、PK が取られる。 キッカーの佐々木が確実に決めて神戸が勝ち越した。試合を折り返すとビハインドの横浜 FM が高い位置でボールを持つ時間を増やしていくがなかなかシュートに持ち込めず。58分にはボックス左でボールを持った A と和也が左足を振り抜いたが GK 前川真泉なりが攻守でしのいだ。神戸は直後に大葉様と佐々木に変えて武藤義則と小田雄太郎を送り出す。 一方の横浜 FM も中川と佐根等に変えて水沼孝太と藤田譲ずるちまを起用し組み立てから攻撃に変化をつけていく。横浜 FM は一進一退の攻防が続く中でも確実にゴールを脅かすが神戸も簡単には追いつかせない。反対に素早いカウンターから幾度もシュートを繰り出して牽制していく。 すると80分ボックス右に抜け出した山口が中央マイナス方向にグラウンダーのボールを折り返しニアにポジションを取っていた小田が右足で合わせてリードを広げた終盤には途中出場したアンデルソン・ロペスの得点で1点差に詰め寄った横浜 FM だったが神戸がリードを保ったまま試合終了 初出場にてベスト4に名を連ねた2020年以来2回目の出場ながらベスト8に駒を進めた。一方の横浜 FM はクラブ史上初の準々決勝進出を阻まれる結果となっている。勝利した神戸は22日に行われる準々決勝でベスト4進出を争う。試合結果、ビッセル神戸3に横浜 F マリノス。得点者。 神戸、E の七世、7分、佐々木大輝、31分、小田優太郎、80分。横浜 FM、西村拓馬、9分、アンデルソン・ロペス、89分。